テレビの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。笛の音とともに今キックオフ。正面から見て右にいるのがモロッコ、左にいるのがクロアチア。早野さん、ゴールゴールゴール。前半開始直後、モロッコキックオフで試合再開です。クロアチア、ドリブルから攻撃を組み立てます。ドリブルで持ち込みます。カット、このパスは通らない。前に出します。モロッコ、サイドからの攻撃に切り替えます。サイドのスペースをよく見てました。キーパー、腕を伸ばしてのゴール。前半戦中盤、クロアチア試合再開です。このボールでチャンスを作れるか。シュート、追いに行った。これは外れました。外れはしましたが、このシュートで何かが変わるかもしれませんね。左へ出します。右へ送ります。
このシュートは外れてしまいました。威力は十分あっただけに非常に惜しいシュートでしたね。キーパー真正面。あれではキーパーに取ってくれと言ってるようなもんですね。前方にパス。前に送りました。さあ自ら攻め込みます。キーパー落ち着いてがっちりとボールをつかみます。あれではキーパーに取ってくれと言ってるようなもんですね。前方にパス。シュート、シュート、来た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 、ゴールネットに突き刺さった。前半戦終盤、モロッコキックオフで再びゲームスタートです。倒された、いや故意に倒れたのか。ファールではありません。6番ドリブルで切り込みます。柔らかなボールタッチですね。45分の前半戦が今終了しました。歓声が一層高まります。後半戦のスタートです。早野さん、前半戦を振り返っての感想、あるいは後半戦の展望、一言お願いします。ありきたりな表現ですが、次の1点ですね。まあそれしかないでしょう。右へ送ります。決まるか。キーパーゴールラインを割りました。さあ一体誰に合わせてくるのでしょうか。前にパス。前に送りました。ドリブルで攻め込みます。ここでクロスを上げればチャンスになる。大きく前線にフィード。前に出します。ドリブルで攻め込みます。前に出します。ゴール前にボールを送ります。狙った。右へ出します。このパスが通った。これが通った。左へ送ります。さあ自ら攻め込みます。ドリブルで持ち込みます。さあドリブルで上がっていく。ドリブルで攻め込みます。残念、キーパーの正面でした。コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。ここでホイッスル、試合終了です。2対1、モロッコ接戦を見事にものにしました。本日のこの試合、解説は早野博之。
Thank you.